ほなまたとか言っとる間にも時間が経ってしまうっていうのはシェンムーの恐ろしいとこね。恐ろしいとこね。はい。シェンムー実況パート6。ね。そしてやっていきましょう。とりあえず、リュウ理髪店に行きたいけど、サントも気になる。ので、まずどこに行きゃいいんだ。ヒント、ヒントくれ、ヒント。コードのヒント。この間にも時間過ぎてね、下手したら。過ぎてるね。これを見てる間も時間が過ぎてるね。とりあえず万風圏には行ったけど、ワッペン屋さんの糸井さんとか、散髪屋さんには行ってないんだけど、そこは一応回収しといた方がいいんだろうか。行くという目的を達しに行った方がいいのでしょうか。とりあえずトムに話してみよう。トム、はい、はい、レオ。黒服の奴らのことで他に何か。違う。Nothing。違う。わかった。三、これは？栗田。違うな。ワッペン屋。ワッペン屋？ここがワッペン屋だと思ってた。栗田のところが。わからん。閉まってるか。これ迷うところは。本来カットすべきだよな。一応場所知ってるから。ここが散髪屋だったような気がする。理髪店もクローズ閉まってる。何時か何時前だ。ちょっと酔っちゃう酔っちゃう。見てる人が酔っちゃう。6時までか。それは閉まるわ。ということはもう一つのやつも閉まってる可能性が高いね。高いね。平田商店閉まってるね。まだこの辺で情報が得られるかもしれないな。出られない。逆に後で出られるということですね。出られないということ。ちょっと時間潰していくか。ゲーセンで時間潰していく必要がねえよ別に。よく考えたら。いる？これやるし。いる？いら？ QT タイトル1回100円。 Hey boy! チャレンジ待ってるぜ。ちょっと遊んでみるか。いらねえな。このシーン別にいらないかもしれん。早押しね。一瞬やらんでもいいかもしれんというふうなことが頭によぎった。もうその時点でダメだな。負けだな。ゲーム今度は決着をつけようぜ。はい、ほいで。あー、なんか何万ポイントか以上かやったら店主がなんかくれるとかそういうんだったかな。にわかにそんな気がする。すいません。すごいか。何か
龍理髪店ってどっちでしたっけ。どっちでしたっけ。龍？ああ、龍理髪店ね、うん。知ってるよ。うちのアパートのそばだよ。知らねえよ。それってジーパン屋の先だよ。ウォータードラゴンっていう。ウォータードラゴンの先ですね。ジーパン屋行ったぞ。わかりました。ありがとうございました。こ、なんでかこんなところで情報が得られた。いろいろね、ゲームがあるよね。スペースインベーダーみたいなやつは、この世界は全てセガで構築されているから、セガ以外のゲームはこの世界にはないのである。インベーダーなどもちろんこの世界には存在しない。最高は流理髪店、ジーパン屋の向こうだとかなんとか。11時までに家に帰ればよかったんだったっけ。あやふやだけど記憶が。とりあえず流理髪店行ってみましょうか。ダッシュ。お姉さん、お姉さん、話しかけてみよう。美人かもしれない。すいません。何でしょうか。今あんまり時間ないんだけど。ごめんなさい、また後にしてください。あ、はい。あ、はい。ハゲ散らかったおっさんがおる。おい、おっさん、おっさん、すいません。申し訳ない。ちょっと野暮用があるんだ。あ、野暮用が。あんまり話をする気分じゃないんだよ。はい。この人あれじゃね。おじさん。よう。ちょっと聞きたいことが。魚屋、魚屋とかそういう。ありなーりょうちゃん。野暮用があってね。そうですか。こいつらみんな野暮用があるな。ジーパン屋。ここはなんだっけ。旅行店だよな。世界旅行者。走っても疲れない。龍が如くでは走ってたら疲れるからね。お姉さん、話しかけてみよう。日本語ちょっとだけね。バイバイボーイ。塩対応なんてもんじゃねえ。ここは何、宝寿司屋か。酷使しすぎでしょ。この22時30分まで一応話しかけられる。下向いてね。原崎。葉月くん、私心配なの。え、気持ちはわかるけど、あんまり深入りしないで。本当よ。このままじゃじっとしていられないんだ。でも気をつけてね。分かってる。復讐は何も生まないぞ。すいません。こっちに走る。ここから龍理髪店って。そうだね、結構あるね。結構あるか。りょうちゃんならすぐだけど、私だと。あ、なるほど。なんせ道具板の奥だろう。外に出るのが。ばあさんの話は長い。もういいです。もういいでしょう。原崎に話しかけているんだ俺は。原崎。葉月くん、私でよければいつでも相談して。わかった。胸を強調したセーターを着ている。ちょっと待って、横から見させてくれ。眺める。しかし目線を下に下ろすことはできない。まあ、やわ。行きましょう。龍理髪店を目指す。ジーパン屋がここに。こっちか。ここにジーパン屋があって、ウォータードラゴン。あれ、この近くだったと思うけど、ないな。これ薬剤屋さんだったような気がする。長い行為。これか。開いとるっけ。午後7時、もう終わってるわ。閉まってるな。閉まってますね。帰りましょう。もう10時ですし、またイネさんに怒られてしまう。どやされてしまう。この、ま、全くこの伝統のない道はさすがにちょっと男でも怖いと思うんじゃないだろうか。でもさ、女の人はもうちょっと気をつけた方がいいよな。最近はなんかその
女の人も割とね、外出歩く、さ仕事とかね、学校帰りとかもさ、もう遅くなりますわっていう時間で帰るけどさ、まあ、男の目線から考えたら、まあ、暗い夜道とかはやめた方がいいんじゃないのっていう気がするね。いくらでもその体を触って逃げるとかねしたって分かんないからね。それはもう逃げられたらわ、そう、そのなんつったらいいかな、逃げる後ろ姿を見たって絶対捕まらねえだろって気がするもん、こんな暗いところだったらさ。まあでも今だったらそうでもないのかな、監視カメラがあったとしても真っ暗じゃどうしようもないもんな。まあ全部の足跡をたどるように監視カメラをあれすればかもしれんけど、まあまあ夜道は気をつけるに越したことはね。リュウさん2人いるな、高橋の向こうと安倍商店の横か。とりあえず夜だけど話しかけて行ってみるか。いや10時半か、もう帰った方がいいかな。そろそろ帰らないと。おっと、帰れって言われてる、急げ。なんか帰れなかった時にペナルティがあったかな、それが気になる。ペナルティあったかな、こんなど深夜でも猫ちゃんは一人なんでしょうか。猫ちゃん、猫ちゃん撫でて帰ろう。元気そうだな。名前がね俺のことも覚えてくれたみたいだな。これちゃんと立っとる。おっ、何これ、カタカナにできる。呼ぶ。おい元気か。おい元気か。ちゃんとこれ、じゃあまたな。寝そべってる、ずっと寝そべってんだったら何らかのちょっと栄養失調なんじゃないでしょうか、もしくは腕が折れてるとかな。猫に腕はないっていう、そういうヤバなツッコミはなしにしてくれ。腕ってのは前肢のことだ。前の足。急げー、叱られてしまう。10時52分、急げ。急げー、おお。ギリギリ間に合ったぞ、11時に。小言は言われないだろう、はずきき思いや。何も、お金渡してもらった記憶がないな。多分ここにいるはず、イネさん。俺は帰りましたよということを告げておこう。イネさん、何か。帰りました。龍理髪店まだ髪を切るには早いと思いますが。ああ会話、そうなんだけど気分を変えようと思って。そうですね。心配させてはいけないのかと思って、ちょっと話をはぐらかしてる。余分にお金をお渡しいたします。いや、とりあえず今はいいや。そうですか。こんちの財布懐事情はどうなの？イネさん、リョウさん。お金は全部このイネさんが。なるべく早く帰ってきてください。イネさんが全部お金のあれをなるべくそうするしてるんでしょうか。それじゃあイネさん。はい。さん、いた。何を見よんだら、うい、それを見させろ、それを。見え。こう人がいるところで、このなんかこう、あ、ダメなんだな。福さんがいるからダメなんだ。人がいるときには。していいことと悪いことみたいなのがあんだね。あの貯金箱をこう勝手に開けるとかしたらいかんのだね。その辺の最低限の良心はあると。あれ消えてねえな。い
たずら好きですね。福さん、りょうさん、電気消して、心に迷いが出たら道場に来てください。ほう、稽古の相手をしますよ。心に迷い、ああ、わかった。迷いはないつもりだが、邪魔したな。あれ ?11 時半とかになっても一応まだ家に帰らないです。家では部屋に帰ったりしないんだな。あ、11時半になったらもう強制的にタイメックス。そろそろ寝るか。あれ?タイメックスなんだ時計。へぇー、へぇー、記録。じゃあまあここまでします。パート6はここまでということで、ほなパート7でお会いしましょう。タイメックスにちょっと気づいたのは、自分の時計もタイメックスっていう時計でね、へーっていう、そんなマイナーな時計をよく持ってるね。マイナーじゃなかったのかな昔は。まあいいか、まあいいか。設定って何ができるんだ。子供モード、あ、いらんわ。綺麗に終わらんかった。はい、ではパート6はここまで。ではパート7でお会いいたしましょう。ほなまた。いや、間違えた。どこだ、モンスカーソル。ここだ。